横浜カントリーアスレティッククラブは神奈川県横浜市中区にある会員制のスポーツクラブ。運営法人は公益社団法人横浜カントリーアスレティッククラブである。1868年、スコットランド人の貿易賞、ジェームス・ペンダー・モリソンが中心となり、会員制のクリケットのチームである横浜クリケットクラブクラブとして創設。 1886年12月にクラブとしてサッカー競技を開始すると決定し、1887年1月に試合を始めた。1888年3月、コーベリガッタアスレチッククラブとの間でインターポートマッチが開催された。なお、KR&AC との対戦は日本で最も古いサッカーの対抗戦と位置づけられている。 1896年5月23日、旧正第一高校と日本初の野球の国際試合を横浜公園平和野球場の前身であるクリケット場で開催した。1901年に慶応義塾大学とラグビーの試合を行ったが、日本初のラグビーの試合かつ日本初の国際試合であった。1904年2月6日、東京高等師範学校と 日本初のサッカーの国際試合を開催した。1912年、横浜にあった他のクラブと統合して、横浜カントリーアスレティッククラブに名称を変更した1959年、7人制ラグビー大会の YC&AC ジャパンセブンズの第1回大会を主催者として開催した。2018年10月6日に、 世界各国の最古のサッカークラブで構成されるクラブ・オブ・パイオニアーズのメンバーに選出された。現在は日本プロサッカーリーグに加盟する横浜スポーツカルチャークラブが練習場の一つとして使用している。ありがとうございます。